それではこれから私たちが応援してやまない立憲野党の皆さんにご登壇いただきます。ご出席くださっている、お三方をご紹介いたします。社民党神奈川県連合副代表の佐々木克美さん、日本共産党参議院選挙神奈川選挙区予定候補の浅香由香さん、立憲民主党参議院総支部長の寺崎雄介さんです。立憲民主党神奈川県参議院選挙区第4総支部長の水野素子さんからは予定候補者としてメッセージが届いています。後ほどご紹介いたします。それではまず社民党の副代表佐々木克美さん、ご登壇いただきます。よろしくお願いいたします。こんにちは。ご紹介いただきました社民党神奈川県連合の佐々木克美です。どうぞよろしくお願いいたします。ウクライナ戦争が始まって、3ヶ月が経ちました。さまざまな報道が連日行われておりますけれども、しかし本当に重要なことは、今私たちが、日本がどういう外交をするのか、そのことが大変重要だと、こういうふうに考えています。このウクライナ戦争を受けて、例えば防衛費を2倍にする、そういう方針が出てくる、あるいは国会議員の中に核武装すべきだというような発言をする人がいる、あるいは今度の参議院選挙で憲法改正をして戦争もできる国にする、そういう方針まで出てくる、こういう動きが生まれてきています。あるいはさっきの日米首脳会談において、日本とアメリカとの日米関係の強化という話が出てきたと思います。アメリカと中国との関係は今大変厳しい状況にある、台湾有事というようなお話が現実に出てきている中で、日本とアメリカとの日米関係を強化するということはですね、日中関係にとって大変大きな影響がある。台湾有事というような場合に日本が戦場になるということも当然あり得る、それを心配しなければいけない、そういうような状況に今私たちは置かれている、こんなふうに考えています。憲法は政府に何を要求しているのか、諸外国との友好関係だ、こういうふうに思いますけれど、現実はどうなっているでしょうか。とりわけ近隣諸国、例えば日中関係、日韓関係、日朝関係、日露関係、すべてうまくいっていない、これが今の日本の実情だというふうに思います。この間の自公政権を中心とする日本の政府が作ってきた外交政策、これが今言ったような近隣諸国との大変厳しい状況を生み出してきている、こういうふうに考えています。私は今後の日本の外交を考えるにあたって、中国や朝鮮半島を含む東アジアの平和に向けた新しい枠組みを作っていくことが必要なんだ、こういうふうに考えていますし、それを日本が率先して主張すべきだ、こういうふうに考えています。アメリカに追随するのではなく、日本がそういう新しい平和の枠組みを作っていく、そのことが大変重要だ、こういうふうに考えています。今回の参議院選挙で問われているもの、それは武力と武力の均衡によって戦争のない事態を作るのか、諸国の友好関係の中で平和を作るのか、どちらの道を選ぶのか、それが問われているんだろうというふうに思います。今回のウクライナ戦争によって分かったことは、武力による均衡は国と国との不信感を醸成して、その結果としてそれは破綻をする、そういう可能性を示したんだ、こんなふうに考えています。
私たち社会民主党は平和憲法の理念を守り、そしてそれを生かしていきたい、こういうふうに考えています。今回の参議院選挙で、比例区にですね、さまざまな課題、例えば沖縄の問題、あるいは LGBTQ の問題、あるいは非正規雇用の問題、それぞれの課題の当事者を候補として擁立をしたい、こんなふうに考えています。ぜひ多くの有権者の市民の方々のご理解、これを社会民主党に対してお願いをしたい、こういうふうに考えています。ぜひ平和憲法を守り、安心して暮らせる日本社会を今だけではなく自分の子供や孫の代にも引き継いでいきたい、そんな思いで今回参議院選挙を戦っていきたい、こんなふうに考えています。どうぞよろしくお願いいたします。佐々木副代表、どうもありがとうございました。それでは次に立憲民主党神奈川県参議院選挙区第4総支部長の水野素子さんからのメッセージを、聞いていただきたいと思います。代読は横須賀三浦市民連合事務局の竹渕郁代さんです。皆さんこんにちは。それでは代読させていただきます。2022年参議院全県市民決起集会ピープルパワーで政治を変えよう開催、誠におめでとうございます。私水野素子は4月19日に立憲民主党より神奈川参議院選挙区での公認が決まり、現在一人でも多くの方とお会いすべく県内各地を全力で駆け回っております。私は27年間 JAXA で勤務して培った経験を最大限に生かし、ものづくりで国際競争力を高め、日本の最先端技術を世界でリードする土壌を作ってまいります。また2人の子どもを育てる生活者の立場から、物価高から暮らしを守り、教育の無償化で子育てを守り、日本の元気を守ってまいります。また国際法の専門家として絶対に戦争を起こさない国際ルール作りを平和憲法の精神で日本が主導していきます。この夏に予定されている参議院選挙では、自公維新の政治にくさびを打ち込む流れを何としても作り出さなければなりません。本日ご参加の皆様のご健勝とご活躍をお祈りするとともに、思いを一つにしてこの選挙戦を走り抜く決意をお伝えいたします。2022年5月29日立憲民主党神奈川県参議院選挙区第4総支部長、参議院選挙神奈川県選挙区候補予定者水野素子、失礼いたしました。竹渕さん、ありがとうございました。それでは立憲民主党参議院、総支部長の寺崎雄介さんにご挨拶いただくんですが、その前に、立憲民主党から衆議院議員の青柳雄一郎さんが駆けつけてくださいましたので、少々ご挨拶を寺崎さんの前にしていただきます。青柳陽一郎さん、お願いいたします。どうも皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、私は立憲民主党の神奈川県連の副代表で、衆議院議員の青柳陽一郎でございます。神奈川6区という選挙区で、横浜市の保土ヶ谷区旭区で活動させていただいております。今日は参院選の全県市民の決起集会の開催、本当におめでとうございます。いろいろルールお話あったと思いますけれども、この7月10日おそらく投票で行われる参議院選挙、これは本当に重要な選挙だということで、我々立憲民主党としてもですね、そしてこの特に神奈川、この神奈川選挙区は重点区として位置づけて準備を
進めてまいりました。今ほどメッセージが代読されましたけれども、神奈川県連としては2名の公認候補予定者を決定しておりまして、1人が水野元子さんと、そしてもう1人が私の後に皆様にご挨拶させていただく寺崎祐介でございます。私は県連の副代表ではございますけれども、寺崎祐介の選対本部長を務めさせていただいておりまして、神奈川県の参議院選挙の候補者、乱立の様相を呈しているわけでございますけれども、寺崎祐介はですね、今から自己紹介あると思いますけれども、相模原で県会議員を4期、市会議員を2期務めている、本当に多くの候補者の中で一番地に足のついた候補者だというふうに思っておりますし、これまでいろいろ現場で多くの人の悩みや課題や問題を一つ一つ聞いて、そしてそれを一つ一つできる限り多く解決してきた男が寺崎祐介でございます。こうした地に足のついた現場のことが分かる、そういう政治家を国政に送り出したいと、こういう思いで取り組んでいるところでございます。私は国会の方ではですね、議員運営委員会の筆頭理事というのを務めておりまして、いわばこれは国会の舞台を作っていく役割でございます。この国会でどういう法案をいつ審議して、どれがその実はほとんどというかですね、多くの法案はなるべく全党一致、各党各会派一致して、採決しようというのが、日本の国会の慣例になっていて、最後採決で割れることはありますけれども、なるべくそれまでは努力しようと、なるべく全会一致のものを作っていこうと、修正が必要なものは国会で協議して修正して合意点を見出そうというのが国会の習わしだったわけですけれども、安倍政権以降ですね、そういうことが残念ながら少なくなってきているのが事実です。特にそれは一番大きいのは選挙結果ですね。ここもう2012年以降は一強多弱という状況が残念ながら生まれてしまって、ほとんど本当に社会で取り残されてしまう、こういう人たちが増えてきてしまっているんじゃないかということを大変危惧しています。それを変えていくにはやっぱり国会の景色を変えるしか私はないと思ってまして、この残念ながら去年の、分かりました、なるべく短くしろということですので、残念ながら去年の衆議院選挙も我々野党が数減らしてしまいましたけれども、この参議院選挙は政権を選択する選挙ではありませんけれども、しっかり国会の景色を変えていくということが重要です。そのためにはしっかり強い野党が必要なんですよ。もう国民民主党はもう与党になってしまったかもしれない、逆に維新の会はどんどん右傾化していると、そういう中でしっかり改革中道リベラルの勢力をですね、我々はしっかり打ち出していかなきゃいけないということで戦ってまいりたいというふうに思います。まずは皆さん関心を持っていただいてですね、参議院選挙本当に重要だということを広めていただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。青柳さん、ありがとうございました。それでは立憲民主党参議院総支部長の寺崎祐介さんにお話しいただきます。寺崎さん、お願いいたします。改めましてこんにちは。私は立憲民主党から来月スタートいたします参議院選挙に候補予定者として挑戦をしております寺崎祐介です。今日は貴重な機会をいただきましてありがとうございます。私は3月の22日から、
候補予定者となりましたので活動スタートしましたが、街頭活動は毎日いろんなところでやらせていただいているんですが、こういう集会に参加するのは今日初めてでございまして、貴重な機会をいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。私寺崎裕介はこれまで3日前に私神奈川県議会議員を辞職いたしましたが、15年間県議会議員を務めてまいりました。その前は6年間私の地元である相模原の市議会議員を務めました。私にとっては今回の参議院選挙はこのトータル21年間の地方議員としての私の経験と、そして何より21年間の間、私はいろんな県内の皆様から数えると千数百件以上いろんなご相談を受けたまってまいりました。本当に地方議員のところにはいろんな相談が来るんですね。出産のご相談から、保育園のご相談から、学校の相談とか介護の相談とか、信号機とか税金とかですね、時には家庭内の DV とかトラブルまでご相談をいただいて、都度いろんな対応をしてまいりました。でも私はそういう相談者と一緒に市役所に行ったり県庁に行ったり、いろんなところに行って何とかならないかという話をいたします。で、向こうで聞いてらっしゃる職員さんも、大体親切な人が多いので何とかしようと言っていただくことが多いんですが、残念ながら日本は国のコントロールが非常に強いんです。国の法律や予算や、あるいは局長なんかが発する局長令とか省令みたいので地方が縛られています。現場の職員さんもいいのいいよと言っているのに、それができない仕組みがあるんです。例えば例を一つ挙げさせていただくと、私は県会議員15年福祉社会保障政策を専門にやってきました。例えば生活保護のご相談というのもたくさんいただくんです。一緒に区役所市役所その人と一緒に何度も行って、申請のお手伝いというかご相談をします。そうすると役所の職員さんはまず生活保護の相談に行くと何を言うかというとですね、貯金通帳を見せてくださいってこうその人に言うんですね。貯金通帳です。で、何を確認するかというと、お金が余っていないかどうかを確認するんです。で、余っていると、例えば3万円残っていらっしゃいます。3万円残っていると何を言われるかというと、その3万円使っちゃってきてくださいって言うんです。お金がなくならないと生活保護は申請ができないから、全部使い切ってから改めてここに来てくださいというわけですね。で、その3万円というお金はその人にとってはとても大事なおかげで、それ使っちゃったらゼロになっちゃうんですから、もう申請から出るまでどうすればいいんだということになります。で、日本の生活保護制度の問題は、こう身ぐるみがなくなってゼロ円にならないと申請できないと。だから私は、10万あっても100万あってもいいと思うんです。あってもいいと思うんです。それは将来再び自立をするときに使えるお金として取っておいて、その間受給を受けて、受給を受けながらまた就職活動をして、それ100万円使って就職活動をすればいいと。だからお金がなくなる前に相談して受けさせてほしいというようなやり取りを、100万円はちょっと言い過ぎでしたけど、例えば10万20万いいじゃないかと言うんですけれども、ダメなんです。これは国が決めている基準、最低限度の生活に抵触するからダメだと国が言います。で、もう一つはひどい生活保護の仕組みがあります。扶養照会といって、親戚に役所が電話するんですね。あなた預金通帳を見せてくださる次は身内がいますかって聞かれるんです。で、順番にこう親がいますか、子供がいますか、親戚がいますかと書かれて、電話番号を書かされて、役所の職員がそこに電話をするんですね。あなたのお父さんが、あなたのお子さんが保護の申請に来たけど援助できませんかって電話をするんです。で、これが実は申請をためらわせている大きな理由なんです。もともとですね、頼れる身内がいる人は生活保護に至らないんです。それができないからそこに来ているのに、あえて確認作業に時間と手間をかけて、それが嫌だと言って申請来ない人もいて、私は県議会辞める前に厚生委員会の公式の会で聞きました。神奈川県に、それ親戚に電話して身内に電話して、何パーセント分かったと援助しますと言ったんですかと、どれくらいのあれですかって言ったら、2% だって言うんですね。 2% だけつながって分かりましたと言われたけど、 98% は電話かけてやっぱり断られるわけです。当然です。だから生活保護に来てるわけですから。で、これもですね、なんとかならないかと言ったら、国の扶養照会というルールは崩せないということを、県の職員は強く
公式の場で言っておりました。まあ、今生活保護の事例を挙げましたけれど もう介護でも子育てでも道路でもいろんなしがらみが日本はあって現場の裁量権がありません。そのことが市民のサービスの不十分なところにつながっています。私は地方議員21年のその経験を次々とですね、所管の大臣にぶつけていきたいと思っているんです。今のは厚生労働大臣です。またまちづくりもありますから国交大臣もあります。米軍基地の問題もあるから防衛大臣もあります。次々とぶつけていって、あなたたちの作っているルールは現場でこういう問題を起こしているんだと知っていますかと、知っていてほっといているんだったらひどい話です。でも知らなかったらこういうことがあると、知っているんだったら改善してほしいということを言いながら、私は今の国の制度の改善を求めていきたいと思っています。今基地の話もいたしました。私はその相模原の中央区の上溝というところに暮らしています。車で10分走りますと相模総合補給所という基地がありますし、まあ、20分25分走るとキャンプ座間があります。基地のある町でずっと育ってきまして、あの米軍の基地というのは、まあ、あの基地にこう賛成の方も反対の方も両方もちろんいらっしゃって、あの基地がいいか悪いかっていう話も一つはあるんですけど、もう一つあの共通して思うことは、あの基地が目の前にあるっていうことはこうすごいストレスなんですね。これは町にとっても個人にとっても。でそのストレスを抱えながら、まあ、周辺でこう生きていかざるを得ないという状況の中で、いろんな心配事があの周辺の住民はあるんです。私はあの県議会の予算委員会辞職の直前にやったあの最後の質問がキャンプ座間のゴルフ場の問題でした。米軍基地の中にゴルフ場があるんです。でそこはですね、もともと米軍の兵隊さんの保養施設だったんですけど、兵隊さんが使えなくなって、今どうなってるかというと、あの日本人がですね、特別会員権の発行を受けて、それで日本人がゴルフをプレイしてるんですね。それで私がその県知事に言ったのは、あのフェンスの前でゴルフ場があって、そこで日本人が昼間遊んでいると、それを見た周辺の住民がどう思うかということを考えてほしいということなんです。米軍基地が必要だとするならば、住民も我慢を強いられて、まあ、ここにあるんだなと、嫌だなと思っても一緒に生きていこうとしているのに、目の前でゴルフ場で遊ばれたらやっぱり腹が立つし、なんだこれと思うと、でそういう声に寄り添ってゴルフ場をけしからんという話をちゃんとしてほしいと、まあ、いう話をすると、これもひどいんです。あの今の、ね、自民党政権は安全保障大事だってよく言うんですけど、米軍基地の話になると何にもしてくれません。微動だにしないんです。あのコロナの感染が広まってるんじゃないかという話もそうでしたし、まあ、以前の厚木の離発着訓練なんかもそうだったんですけれども、基地の問い合わせをすると国は全く動いてくれません。まあ、米軍に、ね、掛け合ってダメだって言うんだったら、それは外交ですからいろんなことあるんだと思いますけど、そもそも掛け合う姿勢すらしない。私は神奈川県は沖縄に次ぐ第二の基地県です。あの周辺の住民からいろんな不満を聞いて県議会で対応してきました。私はこれも総理大臣、防衛大臣にぶつけて、なぜ掛け合ってくれないのか、なぜ日本国民の代弁者である日本政府がやらないのかということを強く訴えてまいりたいと思います。最後になります。私はあの今回の選挙のビラはあのお配りはしていませんが、力強い野党を作る、その先頭に立つという決意で文字に書いて、それを訴えて毎日街頭に立っています。その声がですね、一番多いんです。街頭立っていると、野党しっかりしろ、立憲何やってんだ、あんたたちのせいだと、いろんなことを私ご指摘をいただきますが、文字通り私は野党第一党の候補者として先頭に立っていきたいと思います。それだけ今回の参議院選挙は野党にとって切迫している状況だと思います。3分の2を取られるということが当たり前になってしまってはいけません。特に今、先ほど青柳さんからも話ありました、私たち野党の陣営からも与党に行ってしまう人、与党化が進んでいる中でここで踏ん張らないと本当にひどいことになってしまうという緊張感を持って私は立っています。今日いらっしゃる皆様は野党に期待をしていただいている、野党を後押ししてくださる皆様だと信じております。ぜひご議席あります、まあ、2というお話もありましたが、本当は3取らなければいけないところですが、少なくとも2議席獲得するよう、私がそのうちの一つ寺崎雄介が何としても取るという決意で、残された期間全力で進んでまいりたいと思いますので、ぜひ本日の皆様のご支援と、そして何よりご提言をいただければありがたく思います。私は立憲民主党参議院選挙の候補予定者の寺崎雄介でした。
今日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。寺崎さん、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後になりました、日本共産党参議院選挙神奈川選挙区予定候補の浅香由香さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。参院選全県市民の決起集会、こういう場を作っていただきまして本当にありがとうございます。私、参議院神奈川選挙区予定候補の浅香由香です。今日はよろしくお願いいたします。実は私は昨年8月に第3子を出産しました。育休を取って4月に職場復帰をして、今政治活動をしております。今小学校5年生、小学校2年生、そして0歳、3人の子どもを育てながら政治活動をしていますけれども、なぜ今回3人小さい子どもを抱えながら国政に挑戦をするのか。それは政治にもっと多様性が必要だ、心から思ったからです。憲法13条はすべての人の命、そして幸せを追求する権利を政治は最大尊重しなければならないと謳っているのに、全く一人一人の生活が大切にされていない。本当にこの国の政治を変えなければいけない。千差万別の人々の生活がある、こんなにもないがしろにされる政治でいいわけがない。すべての性が大切にされる、個人の尊厳が本当に大切にされる、そういう政治に切り替えていきたいと立候補の決意をいたしました。で、今街頭で話をしていると本当に暮らしが大変なんです。で、スーパーに行くと新玉ねぎが3個で450円ですよね。私もカレー作るの躊躇しちゃうなっていうぐらい物価が上がってるんです。で、そのことを話すとみんなそうだよねっていう反応なんですよね。生活が厳しい。この中で多くの国に賃金を引き上げてる、さらに消費税引き下げてる、それなのに日本の政治は何もしようとしないじゃないですか。で、この間自民党公明党政治が行ってきたこと、労働条件を悪化させて社会保障を削って消費税を引き上げてきた、長時間労働が蔓延している一方で8時間働きたくても働けない人たちが増え続けて、非正規の7割の方が年収200万円未満、シングルマザーが悲鳴を上げている、さらに社会保障が削られる、高すぎる学費で生活が圧迫されて今学生たちが食料支援に列をなしてる、病気になっても病院に行けない、病床を削り保健所を半分にしてきた自民党公明党政治、物価が上がってるのに年金が削られ続けている、どうやって生活しろというのだ、怒りがあふれている。さらに消費税、社会保障のためといって導入されたのに33年間で皆さんが払った消費税の総額は400兆円を超えている、なぜ社会保障は良くならないんだ、消費税収そのほとんどすべてが大企業減税の穴埋めに使われている、あまりにも言ってることとやってることが違う、 99% の人々の所得を奪いながら経済成長など実現できるはずがないじゃないか。この自民党公明党政治では格差社会変えることも経済成長を実現することもできるはずがない、さらに維新の会は自己責任を煽っている、こんなにもコロナ禍で自己責任で頑張り続けてきた人たちがもうできないと言っている中でさらに自己責任を煽っている、本当にひどい政治だなと
維新の会でも経済成長なんかできるはずがないでしょということを声を大にして私は街頭で訴えていきたいと思うんです。浅香由香、8時間働けば普通に暮らせる社会、6年間訴えてきました。賃金を上げる必要がある、社会保障を世界水準に引き上げる必要がある、こういう訴えをしています。で、最賃引き上げる、中小企業に10兆円支援をちゃんと行って、中小企業に痛みを押し付けないで最低賃金を時給1500円に引き上げよう。そうするとどんな社会になりますか。今神奈川県は最低賃金が1040円です。1日8時間週5日働いても月18万円程度にしかならないんです。で、これを最低賃金時給1500円に引き上げるとどうなるか。月8万円給料を底上げすることができるんです。で、こういう話をすると、先日横浜駅でも大企業、みんながよく知ってる大企業、子会社で働いている正社員の方が、私は、僕は男性ですけれども、残業約、月10時間ぐらい含めて手取り16万円しかもらってないんです。ぜひ賃金上げてほしい、浅香さん国会で追及してほしいって言われました。私はこういう実態を国会で追及したいと思ってます。正社員でも8時間働いても普通に暮らせない、この実態を国会でしっかりと追及をしていきたい。最低賃金を引き上げて月8万円底上げして、ブラック企業がない社会を作っていこう、こう伝えていきたいと思います。さらに年金が下がってる、年金減らない仕組み作っていこう、学費は無償が当たり前でしょ、お金の心配なく学べる社会作っていこう、年金を減らすな、賃金を上げろ、学費は無償に、こう訴え続けていきたいと思いますし、8時間働けば普通に暮らせる社会は実現できるんだ、展望を訴え抜いていきたいと思っています。さらに平和の問題、本当に深刻です。今、先ほど来ずっと話ありましたけれども、自民党や維新の会は防衛費を2倍に引き上げる、これから6兆円も増やすと言ってる、アメリカの核兵器を日本にも配備しようと、核共有という議論まで巻き起こってます。今海外では敵基地攻撃能力は先制攻撃だと報道されてるんです。もう嘘をつくなと、軍事をこちらが増やせば相手だって軍事を増やしてくる、軍事対軍事の悪循環、かえって危険を高めてしまう、核抑止という考え方のもとにかえって核兵器は世界中に広がっていったじゃないか、今日本の安全や平和を守るために必要なことは何でしょうか、今の日本の政治に欠けていることが一つあります。外交の努力、対話の努力が全くないのが日本の政治です。中国の尖閣諸島領土の問題、尖閣諸島の領土問題、一度も正面から対話をしたことがない。ロシアの領土問題、北方領土、4島返還さえ投げ捨てて、勝手に2島返還にしてしまったのが安倍首相じゃないですか。北朝鮮とは対話の窓口さえ持ってない。対話をする枠組みがないじゃないですか。東南アジアには年間1000回を超える対話をする枠組みがしっかりとあり、さらに紛争を話し合いで解決することを義務付けた条約がある。東アジアにはこういう条約も話し合いをする場所も全くない。この話し合いをする場所を作ることこそ今政治が本気で行わなければいけないことでしょ、今街頭で訴えています。憲法9条を守ってほしいと心から願っている人が山ほどいるなと感じます。街頭で訴えると高校生がポツンポツンと立ってくれてる、終わった後に憲法9条を守ってくださいと言ってくれます。私たちは今外に出てメディアの論調に勝たなければいけないと思います。今日も日曜討論聞いていたら、
攻撃されたらどうするんですか、攻撃されたらどうするんですかっていう話ばっかりしてるんです。攻撃されたら戦争になっちゃうんです。戦争になったら命を守れないんです。だから攻撃させてはいけない、戦争にさせてはいけないんです。その前の議論をしっかりとしなければいけない。私たちが外に出て憲法9条を守ることが今大事だと訴えることを待っている人たちがいます。だから皆さん、ぜひ外に出ていきましょう。対話を進めていきましょう。憲法9条を守りきる、そういう戦いを私は皆さんと一緒に戦い抜いていきたいと思います。世界中から戦争と貧困をなくしたい、高校時代からの私の夢です。世界13カ国回ってきました。紛争地域の皆さんが憲法9条に願いを込めてるんです。憲法9条を世界に広げる、その役割こそ日本にあると思います。核兵器禁止条約に参加する政治に切り替えていきましょう。憲法9条をしっかりと守り抜いていきましょう。皆さん共に戦っていきましょう。よろしくお願いいたします。浅香さん、ありがとうございました。それでは私たちが応援する立憲野党の皆さんへのエールを込めてもう一度大きな拍手をお願いいたします。それではプログラム最後になりました。お願いしましたように、参加者の皆さんに壇上に上がっていただき、壇上アピールを行いたいと思いますので、ぜひどしどしいらっしゃってください。これお渡ししますので、もう躊躇なく3分ほどでお集まりいただきたいと思います。そしてこの時間に、ピープルパワーで政治を変えようの、私たちのステートメントを、発表したいと思います。そちらはつながろう参院選アット神奈川事務局の岸真紀子さんにお願いしております。じゃあ岸さん、よろしくお願いします。皆さんいかがですか。ピープルパワーを感じられますか。ありがとうございます。それでは私たちのステートメント、岸真紀子さんから発表お願いします。ステートメント。ロシアの侵攻によるウクライナ戦争は多くの子ども、市民、そして兵士の犠牲を増やし拡大しています。世界戦争につながる危機を回避できるのは今です。日本は唯一の戦争被爆国、憲法9条を持つ国です。そして参議院選挙を迎えます。今回の選挙は憲法9条を変え戦争する国にするのか、世界のスタンダード核兵器禁止条約と国連憲章に立ち憲法9条を今こそ世界に生かす国になるかが最大の争点です。私たちはこの選挙で勝利しましょう。平和の中で誰もが自分らしく生きられる社会、誰もが心配なく暮らし学べる社会を実現したい。気候危機は一刻の猶予もありません。戦争が長引けばその終結より先に地球が壊れてしまいます。国民不在の政治を終わらせたい。だから近い将来政権交代が必要です。それをやるのは私たち市民と力を合わせる立憲4野党、立憲民主党、共産党、社民党、れいわ新選組です。私たちは自己責任論でバラバラにされてきました。でもこんな政治も変えたいの声は圧倒的多数です。つながり、投票率を上げ神奈川選挙区では2議席以上取りましょう。比例でも勝利しましょう。つながろう。ピープルパワーで政治を変えよう。主役は私たちです。2022年5月29日ピープルパワーで政治を変えよう参院選全県市民の決起集会参加者一同、選挙で勝ちましょう。
岸さん、ありがとうございました。それでは最後の締めになりますが、壇上の皆さんはそのままでお願いいたします。この後は、佐藤重信さんの、コールです。コロナが収束していませんので、発声は佐藤さんだけで、参加者は声を出さずに手を振って応じてください。壇上の皆さんは、大変ですけど、あのプラカードを上げて応じてください。お願いします。じゃあ、こんにちは皆さん、戸塚の佐藤重信です。ではコールを行きます。一人で喋るのはちょっと寂しいですけどね、皆さん心と心でつながろう神奈川。では行きます。ピープルパワーで政治を変えましょう。ピープルパワーで政治を変えましょう。神奈川で憲法生かす参議院2名以上実現させましょう。もう一回いきます。神奈川で憲法生かす参議院2名以上実現させましょう。立憲野党は比例で勝利しましょう。立憲野党は比例で勝利しましょう。つながろう参議院、つながろう神奈川。私たちが政治の主人公です。私たちが政治の主人公なんです。頑張りましょう、頑張りましょう、頑張りましょう。ありがとう。以上です。